フェンリル本部奪還作戦に向けてあなたたちとの契約の確認をしましょう。ピムを本部に送り届けるまでという約束だったでしょ。もう乗りかかった船だ。一蓮托生だよ。そうはいかないわ。価値を持つ者は多くを手に入れる権利がある。自分たちに価値があると思うのならそれを示し続けること。安売りは誰も幸せにならない。そういう意味じゃないんだけどな。あんたのところの台所事情だって分かっている。俺たちの取り分は減らしてくれ。航路の建造のロイヤリティ3割だ。アインを紹介してもらった恩義もあるしな。おかげで俺たちと子供たちの生活費も当面は自分たちで賄えるようになった。立派な懐刀があるというのは頼もしいわね。あなたクリサンセマムの寄進って噂されてるみたいよ。こいつだけはいくら積まれても渡さねえよ。分かっているわ。あ、ちょっと特別なミッションが入ってるんですよ。赤の女王と呼ばれるレジスタンスに関する調査依頼なんですけど。なんでもグレイプニルの犬飼博士からの依頼らしくて、総督直々の匿名だから詳細は明かせないとのことで。ただ確かにここ最近赤の女王の活動が活発化しているんです。詳しい話はオーナーから直接聞いてもらっていいですか。スパイの消息探し。ええ、グレイプニルの中に内通者が潜り込んでいたそうよ。赤の女王の息がかかっているみたいで、この近辺で消息を絶ったと。赤の女王の潜伏先と目されるエリアの調査か。本当にそこにあるのか。それを調べるのも今回の作戦のうちってことね。情報もこれ以上はないわ。ま、そんなもんだろうな。頼めるかしら。犬飼いの依頼ってのが気に入らないが、蹴るわけにもいかないんだろ。助かるわ。よろしくね。赤の女王に関する情報はターミナルに移しておいたから、後で確認しておいて。一体何だったんだ、こんな急激な濃度上昇。普通じゃないだろう。まだ調査中よ。突然前触れもなく小規模の回乱が発生した。赤の女王と回乱、嫌な予感がするわ。お話し中すみません。犬飼博士からの無線電話が入っています。無線電話、ずいぶん近くまで来てるのね。会話の録音はできそう。いえ、録音を妨害するノイズが仕込まれているようです。でしょうね。いいわ、繋いで。まったく困ったことをしてくれたね、諸君。犬飼博士、本案件の依頼主であるあなたがこんな海域濃度の高いエリアに何のご用です。赤の女王の息のかかった内通者、すなわち君たちを始末しに来たのだよ。ん？一体何を根拠に。君たちの作戦エリア近郊で起こされた回乱、それによる調査対象の消失、君らが赤の女王と通じていると判断するのが妥当だと思わないかね。そんな弱い事を鵜呑みにするような連中じゃないだろう、グレイプニルは。君たちは知らないだろうが、イルダ殿はエイジの運用ルールを逸脱していてね。本来であれば君たちは船蔵の奥に閉じ込めておかなければならない決まりなのだよ。規律の乱れは組織の乱れにつながり、対岸成就を果たす奪還作戦に影響を与えかねない。それどころかその作戦を不意にするべく何かを画策しているのではないかとの疑いもある。イルダ殿と赤の女王の深い関係が理由でね。どういう意味だそれは。おや、イルダ殿、まさか言っていなかったのですか。俺は失礼した。赤の女王の首領ベルナーとあなたが交際関係にあったことはすでに公のものかと。
イルダ、本当なのか。昔の話よ。さて、本題は他でもない。お前たちに預けているあの人型荒神をこちらに渡せ。音あればそのチンケな船ごと海岸に沈める。海岸？そんなことができるわけ。そうだね、できるんだよ、ユウコ。赤の女王には海岸を起こす技術があるという噂を聞いたことがある。ってことは犬飼が内通者。ご明察。フィムを受け取ってどうするつもりなの？決まってるだろう、赤の女王に売るのさ。赤の女王は私にとって良いお得意さんなんでね。金のためだと？私の崇高な研究にはもっと予算が必要なんだ。グレイプニルのアホどもにはそれが分かっていない。なんて身勝手な。話はここまでだ。現在お前たちは私が海岸で追い立てた荒神に包囲されている。逃げようなどと思わないことだ。いいな。引き渡しはそうだな、海岸の影響が収まる明朝だ。せいぜい人型荒神との別れを惜しむんだな。通話が切られました。犬飼博士の言葉通り、本官は荒神に包囲されている模様です。はったりじゃねえってことか。フィムを渡すわけにはいかないわ。荒神の包囲網を突破する。ああ、俺たちが結露を開く。私たちの動きは犬飼博士に捉えられて、スピードが勝負よ。いいわね。話せ、私は無実だ。内通者はクリサンセマムの奴らだ。あいつらを拘束しろ。見苦しいな、犬飼博士。その二枚舌で赤の女王に協力していたことも全て聞かせてもらった。この船でな。なぜそこに総督が。犬飼博士を作戦本部に移送しろ。離せ、触るな。私がいなくなればグレイプニルの技術は20年遅れるぞ。いいのか、総督。裁きを受けろ、犬飼。話せ、話せ。お役目は十分に果たせましたか。これは内通者をあぶり出すためのおとり捜査。危険に巻き込むことになってしまって申し訳ない。相応の報酬は用意しよう。作戦本部を出た時から仕組まれていたわけか。んだよ、イルダ、言ってくれよな。黙っていてごめんなさい。総督の身を預かる以上、機密を保持する必要があったのよ。犬飼がフィムを諦めていないことは分かっていた。考古の腕を立つためにも協力する必要があったってわけだ。諸君らには助けてもらってばかりだな。見事な戦いだった。イルダ、邪魔をしたな。すぐに迎えが来るはずだ。狭苦しいところで申し訳ありません。構わんさ。息の詰まる会議室よりもこちらの方が性に合う。これからもイルダのことを頼む。ああ、君たちエイジに多くの負担を強いている現状は分かっている。だが今はそれが避けられない時代なのだ。人類が生き残るそのためにどうか協力してほしい。迎えがついたようだ。それではお見送りします。なあ、イルダ、ベルナーの話後で聞かせてくれるか。ええ、戻ったら話しましょう。
つまりあんたとベルナーは同じ研究室の学生だったってことか。ええ、彼は誰からも一目置かれる優秀な研究者だった。聡明で努力家で何より純粋で、私はそんな彼に惹かれていたわ。荒神のいる世の中ではあったけれど、私たちは平穏と呼べる日々を過ごしていた。彼とはずっと共に歩み続けるものだと信じて疑わずにね。そしてあの日が来た。厄災か。ええ、そう。その日全てが変わったわ。私の人生も彼の人生も。なるほどな。隠すつもりはなかったわ。生きてりゃ秘密の一つや二つ当たり前だろ。それともう一つ、あんた総督とはどういうつながりなんだ。前から引っかかってたんだ。あんたたちは長年の知り合いのように見えた。それはベルナーが総督の子息だからよ。な、じゃあ親と子で言い換えやってんのか。厄災の後この地域の人類が生き残れたのは間違いなく総督率いるグレイブニルのおかげ。ただそのために犠牲にした者は少なくなかった。あなたたちエイジの存在もその一つよ。ベルナーにはそれが耐えられなかった。グレイブニルに切り捨てられた弱者を守るため彼は戦いに身を投じた。そして赤の女王を組織した。今でも思うわ。彼を止める方法はなかったのかって。私にあなたたちのような勇気があれば違う結果になったかもしれない。この世界の絶望と戦う勇気があれば。イルダ、こいつの言う通りだ。あんたはあんたのやり方で戦ってきたんだろ。あんたの港は本当にすげえよ。そしてこの船もエイジがいて、正規のゴッドイーターがいて、たくさんのガキどもがいて、みんなが一人一人できることをやって自分たちの手で未来を切り開いてる。たとえ血がつながっていなくても家族のように。それは全部あんたが諦めずに戦ってきたから今ここにあるんだ。そうだろ。ありがとう。あなたたちの言う通りね。過去を振り返るより未来を見ないと。さっさと帰ろうぜ、イルダ。また荒神に囲まれたくねえからな。そうね、帰りましょう。各員、持ち場について。本艦はこれより作戦本部に帰投する。おい、見ろよ、バランにダスティ・ミラー、有力キャラバン揃い踏みだ。ああ、ダスティ・ミラーはオーナーの愛自ら参加だ。これまで表舞台に出ることを避けていたはずなのに。アインって相当の手だれなんだろう。普通のゴッドイーターなのに変色因子の調整なしに海域での活動ができるとか。マジかよ、それ化け物じゃん。化け物といえば来てるぜ、クリサンセマムの鬼神が。あいつが噂の。あんなおとなしい顔して怪異騎士を倒しちまうんだろう。なんか怖えな。総督がいらっしゃるぞ。本日ヒトロク〇〇をもってフェンリル本部奪還作戦を開始する。もはや多くを語る必要はない。人類の未来のためにただ成功あるのみだ。これより作戦の概要を説明する。作戦は3つのフェーズに分かれ順次展開していくことになる。フェンリル本部を頂上と仮定した未踏海域の逃犯ルートを3つ用意した。それを複数のキャラバンで同時的にアタックする第一フェーズ。
第一フェーズで構築した航路をもとに後続の支援部隊が移動を開始。前線で待つキャラバンに物資を送り届ける第二フェーズ。そして全ての準備を整えた後、部隊を再統合。全てが闇に包まれた真相を踏破。フェンリル本部に至る第三フェーズ。俺らはどのルートなんだ？先にもお伝えした通り、怪奇獣荒神の排除がこの作戦の鍵を握る。事前の調査により、ある程度の生息域を割り出すことに成功した。それはこの南北に迂回する航路であり、まさに最難関かつ最重要ルートと言っていい。クリサンセマン、君たちの獅子奮迅の働きに期待する。そして彼らの支援を担うキャラバンはバラン。第2フェーズの要はダスティ・ミラー。大規模輸送船団を有するその力を存分に発揮いただきたい。第3フェーズは我がグレイプニルの精鋭たちをはじめ、総力で活路を見出す。説明は以上だ。それぞれのキャラバンに戻り準備を進めてほしい。諸君の健闘を祈る。